第三陽は歌う。本能寺溝の深さは幾跡なるぞ、我が大事をなすは痕跡にあり。高僧手にあり、功を合わせて喰らう支援の倍。天隅のごとし、老いの坂西に去れば備中の道。無知を上げて東を指せば天なお林。我が敵はまさに本能寺にあり。天正十年6月2日早朝、京都四条西の当院の本能寺に宿していた織田信長をめがけて、光秀率いる1万3000の反乱軍が攻めかかる。信長、享年49歳、天下統一の宿願を目前にしながらの無念の死であった。時を移さず、妙覚寺にいた信長の嫡子信忠も光秀の襲撃を受けて二条御所で非業の最後を遂げる。師匠、昨夜本能寺に参り、織田信長様に何か申し上げたか。時は今、雨がしたしる皐月かな。この北下に籠もられた明智殿の逆進、信長様に何も申し上げなかったと我らが忍びより聞き及び、さてさて面妖なことだ。お佐渡宗益殿には親方様への一心ありや。明智殿の逆進、ご辛抱なされと火に油を注ぐ徳川様に威信なきや。明智殿はご辛抱を下されたがの。ご辛抱なりまへん。時は今、ちょうど今頃やろうか。信長公の首はまだか。まさか信長公は本能寺を抜け出し、この京のどこかに潜んだということは。殿、西条の骸は見届けましたが、火の手が早く、信長が見つかりません。逃してはおらんはずにございますが。探せ、火の中からでも探し出せ。首を上げねば。
天下に示しもつかぬ。探せ！信長は？あの日では助かりますまい。間違いなく信長は死んだのか。悪路を探せ。はっ！信長の悪路を探せ。様のご最後は利光しかと見届けましてございます。あの男に天下は任せられぬ。我が身の恨み晴らしただけではございませぬか。私は正しきことをしたまでもう後には戻れぬ。浅ましきことを。信長が消えて喜ぶ武将は星の数のところ。叔父上、姫様いかがなさいました。着替えじゃ。着替えを持って。あ、はい。毛利の暗黒寺英傑様に届けよ。毛利の暗黒寺英傑様。暗黒寺英傑じゃ行け。はっ。東安先生。本能寺で戦。明智様の軍勢が攻め込んで寺を焼けているそうです。本能寺といえば確か織田様がおいでのはず。ご主君を。長谷川宗仁といい、宗旦と同じく信長とは茶の友達であり、藤吉郎とも実婚であった。中国にいる藤吉郎へ本能寺の変を最初に知らせたのはこの男である。首じゃ。首を探せ。信長の首を探すわ。天下は変わる。この光秀のものとなるのじゃ。光秀がついにやりよったか。勅使を送った方が。いやいや、まだや。明智の価値がはっきりするまで今しばらく様子を見た方がええ。まるで曇り空が晴れ上がったようでございますな。これめったなことを言うもんやない。西の方から大勢が逃げてきています。何やら都で大火事が起きたとかね。大火事？そういえば朝から城下もごった返しておるな。そなたら京から参ったのか。
はい、京で何かあった。それがようわからんのですわ。とにかくえらい騒ぎで。なんでも戦が始まったとか。戦？火事ではないのか。急ぎますんで。信じられません、そのようなこと。何かの間違いじゃ。いや、わしとて信じられぬ。そうか、あの光秀がとうとうやったのか。お嬢、お主は信長の暴挙で叡山を焼かれ、わしは小谷城で信長に一族を殺された。互いに信長への怨念は深い。我らの恨みも晴らしてくれたわ。私たちはどうなるのでございましょうか。光秀殿が天下を取られたのじゃ。利光殿はその光秀の右腕と言われてる人。こたびのこととて光秀殿を助けてさぞ大きなお働きをなされたことであろう。利康殿、利宗殿もご無事とのこと、まことにめでたい。皆の騎乗の日を楽しみに待っとったらええのじゃ。ただ私の父稲葉一徹は信長様のお味方。こたびの中国出陣には私の兄貞道が信長様にお供をして兵を集めて京に参ってる由にございます。その兄のことも案じられ、また父と利光殿が相対して争うようなことになるのかもしれぬと、それも気がかりで。いや、兄上のご消息は京に戻ってから探しましょう。じゃがお父上一徹殿のことはお気に召されますな。明智殿の天下となれば明智に組みすれば済むこと、それが男性の武将の意気を。それでこそ天下が変わるというものじゃ。そうよ、光秀殿とてそれを当てにしての天下取り、これからが見ものじゃ。お嬢、面白くなるの。天下が変わったんだ。天下が変わったのじゃ。信長め、天罰が変わった。父上や兄上に何ぞあったのでございますか。いいえ、そなたたちは父上を信じておればええのじゃ。父上は間違ったことをなさるお方ではない。はいはい。お案には今天下が変わろうとしていることがまだ解せず、これからのことを思うととても手放しでめでたいと喜ぶ気持ちにはなれなかった。その母おあんを見つめる幼いおふくの胸にも不吉な恐れのようなものが広がっていた。信長の死はいち早く松庵のもとにも届いた。吉報氏の昔から心血を注いで育ててきた信長の死を最も悼んだのはこの納屋松庵こと竹の内波太郎であったかもしれない。吉報氏らしくもない。なぜじゃ。なぜ首が見つからぬ。探せ、探すのじゃ。何としても信長の首を見つけ出すのじゃ。いえ、前進め。関の者、前へ参れ。地元を見せろ。こんなにも怪しいもんじゃ。お前来なさい。これ、中を見せんか。商売道具でございます。足場様にお届けせよ。よいか、くれぐれも毛利より先に知らせるのだ。織田信忠討ち取りましてござりまする。おお、やったか。
残るは家康だけ。断じて逃すな。できれば生け捕りにせ。あのクソだわけの口に腐った魚を詰めて殺してる。斎藤。あ、四十の町人百姓どもへ、騒ぐなかれ。当分光秀の名において税は免ずるという考察は立てたであろうな。手配いたしました。うん。殿、毛利殿への使者は立ったのでござりまするか。静かにいたせ。今それを図るところじゃ。まずそれが第一でござりましょう。信長が死んだとあれば、藤吉郎の値打ちも半分に減りましょう。さよ。毛利殿は安心して羽柴と戦われまする。藤吉郎を京へ返さぬよう、その方策が第一でござります。その人はキリンを連れてくるんだ。キリンというのは穏やかな国にやってくる不思議な生き物だよって。それを呼べる人が必ず現れる。キリンが来る世の中を。この焼け方では髪の毛一本見つかりますまい。坊主どもは間違いなくここで腹を見せれたと。二条御所の信忠様も同じく火の中でご最後の由。いかがなされます。今少し掘り返させ見聞いたしますが。いや、もうよかろう。引き上げよう。はっ。何やった。どうやら信長公が謀反にあって殺されたみたいです。バカを言え。皆そう言ってます。しかし、しかも謀反を起こしたのは明智光秀と。結局信長公の死体は見つからなかったみたいです。生きてるかもしれませんね。ここで大軍勢に囲まれたのでは落ち延びることは難しい。父上が知ったらさぞ嘆かれることだろうな。それにしてもなぜ明智は謀反を。家康様、家康様。御十上の夢を見ました。織田様の。何か良くないことが起こったのかもしれません。申し上げます。今日本能寺において異変が起きたもよう。本能寺。申し上げます。本能寺の異変は明智光秀殿の無言との知らせにて。明智殿じゃと。嘘です。明智様がお叔父上を襲うなど。明智方は信忠様をも襲い、洛中の織田勢はことごとく討ち取られた模様にござりまする。
十恵の御身はご無事なのですか。それについてはまだ何とも。今日です、今日へ行きお十恵の安否を確かめるのです。それでは敵の手の内に飛び込むようなもの。姫、ここ境もすでに危ないやもしれません。誰かある、忠次と数正を呼んでまいれ。は、虫の知らせというのであろうか。その時家康の六冠は確かに信長の最後の声を聞き取っていた。お召しで早々にこの境より出発する。急ぎ友揃いを追い出せ。かしこまりましてござりまする。忠次、その方はこのこと勇敢殿に告げよ。はっ。殿、一大事勃発でござる。どうした半蔵。しっかりせい。徳川老臣本田平八郎忠勝、主君の指揮所へまかりとる。しっかりされ。殿、今日より茶屋四郎次郎殿一大事を告げに駆けつけてござる。何があった今日で。明智光秀様ご謀反ために信長公今行本能寺にてご最後。何、ご最後と。してご着信信忠殿は二条城にてこれも一時に。獄死ばかりでなく本能寺も二条の御殿も焼失して生き残りし者ほとんど亡きありさま。その上明智様手勢にて京の出入り口一切抑えられ、都の内外ともに明智勢ばかりになっております。では我らこれより引き返しても京へは入れぬとは。もはや山崎より先は近づくことも叶えますまい。殿、早速お指図を願わねばなりません。今日にお戻りになるそうで、我らも国へ帰ることといたす。穴山殿、あまりお構いできず申し訳ございませんでした。いえ、十分に堪能いたしました。ただただ主君を裏切って得た平穏は虚しいものでございますな。白次郎、いかがした。夜明け前、軍勢を知り、上様、信長様にはお討ち死にあそばされました。誰か、誰がやった。明智光秀。明智、間違いなく上様は間違いなく撃たれたのか。おそらく首を取られたのか。わかりませぬ。まだ生きておられるやもしれん。今日は戻って明智を討ちましょう。相手は大軍勢じゃ。殿、殿、すぐお逃げなされ。殿は狙われております。明智が殿の見知るしを取れとの号令を発しました。中には殿が下手人だと思っている者たちも。明智の兵、名を挙げたい浪人、褒美目当ての民百姓、四方敵だらけと申しやせ。申し上げまする。本能寺で上様、明智殿に襲われ討ち死にされたようにございまする。何、ごめん。徳川様、まことの話か。はい。早急に全国に使者を送れ。徳川様。この日、徳川家康は穴山梅雪とともに堺から京へ向かい、信長と合流して茶会を行う予定であったが、おい、殿、平八郎にございます。
んだ。一対一でございます。本日未明、織田信長公お泊まりの本能寺が焼き討ちになったとのこと。襲ったのは明智光秀殿。上様が。今京周辺は明智の兵であふれているようでございます。いずれここにも兵を差し向けるのは必要。すぐに逃げましょう殿。無駄じゃ。何が無駄にござりまするか。あの明智光秀じゃ抜かりはあるまい。逃げ道など塞がれておろう。言ってみれば分かりませぬ。本来なら上様の仇を討つべきところだが、この手勢ではそれもかなわぬ。かくなる上は潔く腹を切る。何を仰せか。生半可なことをして恥をかくよりその方がマシじゃ。なりませぬ。逃げるのです。いかにして逃げるというのだ。我ら袋のネズミだぞ。諦めるのは早うござる。確かに主な道は閉ざされておるかもしれません。ならば道を通らねばよい。何？山を越えるのでござる。かようなところで死んではなりませぬ殿。わかった。わしが間違っていた。生きて三河へ帰る。一度頼んだぞ。はあ、この命に代えても。逃れるなら伊賀を抜けて伊勢じゃ。伊勢まで行けば味方も得られる。ダメです。京へ。お十は生きとられます。必ず生きとられます。姫様、織田様が生きておいでだと思うなら、再びお会いになりたいならば、今は逃げるしかないのです。でも忠次、者どもに急ぎ告げよ。はっ。参りましょう。と、我らがいては足手まといになるばかり。姫様、お願い申し上げます。よし。敵方もよもや女子までは手にかけますまい。さあ急がれませ。さあ参りはするぞ。持参の恩恵はあっただろうな。はあ、買い物が控えようとありましたので、あと2000枚ほどは。よし、ではここを立って京へ入る。そして信長公に準じて腹を切ろう。あの京へ入って切腹を。いかにも。千代院まではまだ明智勢の手も及ぶまい。千代院へ入り腹切ろう。殿、それはしかし。そうじゃ、そのようなことは。待て、信長公が討たれたということは、それにつながるわしの運命にも終わりが来た印と思われる。殿、ご陣死なされるおつもりならば、かなわぬまでも一戦交えて三河武士の意地を。そうじゃ。なん、旅の途中この人数で切り死にしたたっては家康め、兵法も心得ぬうつけ者だったと笑われよう。それよりは義によって信長公と死を共にする。そのために京へ赴くとあらば、明智勢も妨げまい。よいな、皆でこのまま立とう。殿、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 殿
殿、大勢で動けば目につくばかり。ここからは別々に逃げましょう。ご無事を祈ります。徳川殿も。一度誰も死ぬな。行くぞ。あっ、何？京へ入って殉死すると？お父様にそう伝えられたいと言われて、徳川様にはすでに松井様のお屋敷を建てられたそうにござりまする。道は日が越えしかあるまいの。は、木の実、金蔵を呼べ。はい。6月2日創業に起こった本能寺の変の知らせはたちまち諸所方々に飛んだ。徳川家康の耳に入ったのは、同じ日穴山梅雪らとともに2日ほど奈良や堺に遊んで後、信長に会いに京に向かう途中であった。うわ、戦うではないか。ご上洛はなりません。直ちに岡崎へお戻りくださいませ。今行明智光秀謀反にて信長様ご自害なされましてございます。何、光秀謀反？忠勝、殿より先発を仰せつかり京へ急ぐ途上、運用茶屋四郎次郎殿と出会い、光秀謀反のこと知らされましてございます。織田信忠様も二条御所にて終焉信長様の後を追われたよし。京の町は光秀の手に落ち、殿がお入り遊ばすことはとても。まことならば明智光秀、このままには捨ておかん。直ちに京へ入り信長殿のご無念を晴らすが、我ら信長殿のご恩公を被った者の務め。この手勢で京に入ったところで何ができましょうや。ここは殿のお命が大事。何はともあれ岡崎へお帰り遊ばしますよ。ただ本能寺の変を聞き、天下の乱れに乗じ各地で一揆が蜂起し、盗賊と化しております。岡崎までの道中とてなかなか容易ではございますまい。私も岡崎までお供つかまつります。岡崎に戻られて戦備を整えられ、改めて光秀討伐の軍を。よし、岡崎へ戻る。結局家康は信長の命に従い、穴山信忠と共に京へ向かうことにしたのじゃった。徳川殿、京での茶会楽しみですな。あれは何じゃ。見てまいります。どうした、何かあったのか。よい、何があったのじゃ。謀反が京で。京で謀反、まことか。のう、おおとろしで逃げ出してきました。のう、そなたどこぞで会ったことはないか。京で謀反だ、いかなることじゃ。誰が誰に。よくは分かりませぬが、殿、おじ上、遅くなり申し訳ございませぬ。明智に吸収されましてございます。まことになったか。そうか、やられたのか織田様は。はい、ですがちょうど二条城には織田様ご嫡男がおられ、今日はすでに戦が始まっております。よし、では殿、逃げまするか。よし、お待ちください。先ほどからお話がおかしいような気がいたしますが、何やら謀反が起こることは知っていたかのようなお口ぶり。徳川様はこのあと京に登られるのでございますか。徳川様は敵討ちに登られるのでございましょう。さようでございます。ほうけどる折ではございませる。
殿、直ちに京に登らねば。おお、そうじゃな。はあ、さようにございます。お待ちくだされ。仇を討つと言われましても、我らには十分な手勢もありません。さようにございます殿。お考え直しくださいませ。では、わしは腹を切る。敵討ちもできぬは上様に向ける顔がない。万事を解釈を頼む。なりませぬ殿。なりませぬ。離せ殿。離せ殿。織田様のためを思うなら、急ぎ浜松に戻り、直ちに兵を率いて参戦いたしましょう。それこそが織田様に報いることかと。いや、すみません。徳川様、今日は一大事にございます。万事差配しときました。なんと茶屋様が。茶屋様なら道にお詳しいはず。三河までの道案内を頼みましょう。皆様、一刻も早く三河に戻り、一刻も早く参陣いたしましょう。そっちじゃない。三河へは宇治を抜けてまいります。さあ、こちらへ。信長。私が明智なら、時を置かずに手近な織田方に攻めかかりましょう。いずれ今から急いで堺に戻り、船で三河を目指しましょう。ならん。紀州などで海賊に囲まれればしまいじゃ。どこか意表をついた逃げる道はないものか。北に向かい、琵琶湖沿いから東山道に出るというのは。ダメだダメだ。明智の領地を通るなど持ってるのか。しかしそうなりますと、逃げ道などどこにもないではないか。よし、わかった。これより京へ登り、上様をお救い申し上げる。殿、上様はもはや、もし万が一生きておられたらどうする。
後でわしが置いて逃げたことが知られてみろ。明智なんぞよりよっぽど怖いわ。殿、落ち着かれませ。落ち着くか。あの光秀がそうと決めて動いたのなら万に一つも打ち漏らすことはありません。上様は間違いなく亡くなっておられる。ここは明智の思いもつかない意表をついた道を通って逃げるのみでございます。行くぞ。これはどうじゃ。まっすぐ東に向かい伊賀を抜ける。伊賀いいの。山がかなり不幸ございます。さよう。山道では身動きが取れん。お中土狩りに囲まれれば終わりでござる。いや、そこが狙いどころ。まさかそんな道を選ぶとは明智も思うまい。その通りじゃ。でござる。どうじゃ、梅雪殿。伊賀越えが一番と心得ます。ならば皆の衆、これより我らは伊賀へ向かう。はあ、伊賀城、伊賀越えじゃ。伊賀越えじゃ。この日、明智光秀は天下を取った。本能寺の変は人々を驚愕させ、事態を一変させた。